それではですね、改めまして、ご来賓の方々をご紹介した後で、小川議員と2人でまた第2部ということで、進めていきたいと思います。はい、ありがとうございました。実はですね、私たちはこんな派手な格好してですね、ニコニコしながらやってるんですけども、なかなかこうニコニコできないような状況もですね、プライベートでもいろいろあったりなんかするんですね。で、これ今日、今から私たちの話少しだけさせていただくんですけど、これ私たちだけじゃなくて、どんな家庭でも、どんな人にでも、笑顔でいる人ほど実はお家に帰ったらいろいろあるんじゃないかっていうふうに思ってるんです、まあ、実はですね、まあ、私もお恥ずかしながらなんですけど、うちの兄貴はちょっと精神障害を患っておりまして、もう27、8年家に引っこもっております。3ヶ月ぐらい前にちょっと大きな声を出しまして、母から警察に電話をしまして、措置入院という形で精神病院に収容されまして、実はおととい退院をしてきたんですけども、まあ、ただ退院してきた後もですね、本当に不安な日々を過ごしています。で、母ももう80歳になりますし、兄貴も50歳ということで、ちょうど50歳80歳でこういうふうに、メンタルを壊していらっしゃる方々って本当に全国で400万人ぐらいいらっしゃるということを聞いています。そんなこともあったり、それからまた小川議員はですね、実はこうやって笑って漫才とかやってますけども、実は今年の5月に最愛の、息子さんを亡くしまして、ちょっと本当に、こんなことをやってる状態では本当はないです、ただ家にいてもいろいろ考えてしまうということもありましてですね、M1 出たりこうやって漫才やったり、そうですね、やって、皆さんと共にいる方が気が晴れるということで、無理を言ってですね、やっている状態で、もうやっぱりですね、はい、本当に子供を亡くすなんて夢にも思ってなくて、突然だったもんですから、連絡もらった時はもう亡くなってたという状況だったんで、25歳でね、一人息子が亡くなったんですけれども、それまでも先言いましたように、西川清さん、4年半うちで修行して、でやっとそろそろ1人前の芸人になれるかなと思ったら、西川清さんが昭和61年参議院議員になってですね、で僕が1週間だけ電話番手使ってって言われたんです、で分かりました、もう4年半もせなくて1週間だけじゃ今回の方行って電話番手伝います言ったまま、18年間そのままね、今回の秘書を務めまして、政治の世界に入ったわけなんですけれども、そして今浜口さんと一緒に同期でありますので、市議会議員の活動も、7年目ですか、本当にやっぱり、ね、市長とともに人の痛みを、必ず人の痛みを分かった立場で仕事をしていこうということで、すごくいつもそれは肝に銘じながら、市長もさっきおっしゃっていただきましたけども、我々市長と同じ、その共有する部分いっぱいありますけども、議会では本当に、強く熱く語ってたつもりなんだけども、やっぱり今回の、こういったその、自分 の, その子供を突然亡くすということになって、改めて、本当に今までそのやってきたことが本当に心を込めた、その人の痛みを分かった、そうした仕事ができてきたかなっていうのをすごく、また反省をし、そして、なかなかですね、厳しい状況でしたが、本当にね、浜口さん、多くの皆さんにね、支えていただきまして、もう最初はね、ちょっと立ってるだけでもフラフラしてたんですけども、ようやく、半年経ちまして、こうやって漫才もできるようになりましたけども、やっぱり私たちっていうのは、この取り組みの中で、議会の役割っていうのは、やっぱりこの一人の家庭とか、一つの家庭とか、一人の市民が、いつ、どんな災難に、災害もそうだし、で僕らが取り組んでる犯罪被害者の件もそうだし、今、平穏な生活してても、いつどんな困難に直面するかわからない、そうですね、一人の家族や一人の市民が、自分だけでは乗り越えられないものを、128万人の市民みんなで助け合えば、なんとかその痛みも和らぐかもわからんということで、私たちは一つ一つ、そうした仕組み作りを作っていきたいという思いで今、やっておりますが、まさに、それぞれの生活の中でも抱えておりますその困難をしっかりと乗り越えて、そうですね、仕事に生かしていきたいと思ってます。もうね、本当皆さんいろいろあると思うんです。もう声に出してね、うちの母ちゃんも25年間ほど誰にも言わずに一人で抱えてましたけど、もう声に出していいんです、ね、もうしんどいことある、辛いことある、弱いことがある、そういうことってみんな
普通に働いていますけど、ありますよね、そういうことを声に出して、そういう声なき声を拾っていくことこそ、僕らが政治家をやらなきゃいけないことだと本当に思ってますので、ぜひこれからも私たちにいろんな要望、話を聞いてくれたけども結構です、言っていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。それではですね、今日はしんみりしましたけども、気分を、直しましてですね、ちょっと、スライドを見ながら、ちょっと照明を明るくというかですね、まずですね、これ第2部こうなりますかね、ありましたか、こんなになってませんね、ごめんなさい、ちょっと待ってください、ちょっとトラブルが発生しまして、すぐに戻ります。はい、戻った。はい、はい、じゃあ2部ね、はい、はい、じゃあいきます、はい、皆さんね、私たちなんでこんなことを始めたのかっていうことなんですよ、ね、はい、これ何を企業に来とんねんっていうことありますね、これどう書いてありましてね、実はこれなんですよ、小川さんが、これ左が分かります、説明してちょっと、これね、初めてね、私の師匠がね、参議院議員選挙に立候補した昭和61年なんですが、これまで4年半ずっと住み込み付き人してまして、これでやっと、この選挙が終わったら一人前の議員になれるって言うてた時に、これ僕なんです。それとスピーカー背負って、浜ちゃんみたいな顔してる、スピーカー背負ってるのは、ね、私でございまして、それでこれはあれですか、軍馬初舞台出させていただきまして、昔のナンバーカーですね、ナンバーグランパーですね、はい、初舞台そうですね、これがあったからこそ今僕たちがやっぱりその漫才をやろうっていうルーツでもあるんですよね、うん、でちょっといいですかそこね、はい、よろしいよね、はい、はい、それでね、なぜ始めたのかって、政治、まあ、今皆さん政治不信が起きてるんですよね、はい、現に、でなんで起こるのかって3つ考えました。1つはね、政治がつまんないんですよ、なるほど、今見てて面白いですがつまんないと思ってるんで、うん、もう1つ、はい、はい、政治が分からない、分かりにくい、憲法の問題でしょ、安保の問題でしょ、分かりにくい、もう1つ、政治が変わらない、はい、誰がやっても変わらない、これをね、変えていきたいと僕たちは思っていて、じゃあそれをね、経験するためにはどうしたらいいのかっていうのは、じゃあね、つまらないんだったら面白くすればいいじゃないかっていうこと、うん、もう1つ、それから次は、分からないんだったら分かりやすくすればいいじゃないかっていうこと、それから変わらないんだったら変わるかもっていう期待感を持っていただければいいんじゃないかということで、私たちはこういう取り組みを始めました、はい、はい、次いきます。こんな、これ音源機の出し口なんですけどね、これね、恥ずかしいですよ、思った以上に何しとんねん、最初で僕ら出てったんで女子高生が集まるんですよ、はい、なんか芸人がね、こう、ジャグリングでもやるんじゃないか、始まったらすぐいなくなります、もうありがとう、散らしてるみたいな、これ、これ言ってる小当たりさんもきついと思うけど、ね、こんなことやってますよ、でね、次いきますよ、よいしょ、これね、はい、東口です、大宮駅、うん、西口から東口までこれ着て移動するの恥ずかしいですけどね、こんなことやってます。でもね、この黄色い服でこのネクタイやってますとね、子供たちは反応してくれるんですね、うんうん、だいたい100発100中でね、月通で前通ってきます、月通通ってきますね、だからそういう意味ではね、はい、ゲッツがいたとかっていうことを家で言ってるみたいですよね。次は変なゲッツが2人いたと、2人で3つとか言ってるんですけど、でこれですよ、はい、これね、介護現場なんかにも行かせていただいて、みんなで、老人の、ね、方々の疑問なんかもね、みたいな、そういう介護現場でもさせていただいたこともあります、それからですね、これ反応悪いな、それで、まあ、M1 グランプリ出させていただきましてね、2年連続、出させていただいて、今年はね、僕らが前同じ日にジャルジャルとかね、去年はクマムシとかね、あったかいんだからという人たちと一緒に やりました、はい、こんなことやってます。それからですね、よいしょ、そういうマニフェスト大賞いただきました。もうみんなね、賢い人ばっかり集まってるところで、僕らどの格好で行ったんで会場で浮き上がってる、見てください、これ六本木ヒルズですよ、これ見てこれね、大惨事ですよ、これ夜行ってもヒルズやからね本当にいまいちやった六本木ヒルズでこんなのやってるんで、これもうびっくりしましたけどね、まあ、それでまあそういうのいただいたりしてね、まあ、こんな大賞をいただいたりしました。柳井さんっていう人もね、特別賞いただきました。でね、まあ、定例会でこう補正予算なんかもあったんですけども、まあ、61億円ね、まあ、こういう9月の、ね、議会ではこういうことありました。こういう子ども総合センターを整備したり、小中学校の教育扶助費を使ったり、長距離バスターミナルの整備なんかにも使いました。
ではね、あ、もう一個ありましたね。立岩少年自然の家、新館増築事業なんかにもお金を使っています。では小川議員の取り組みとしてね、はい、ちょっと一つご紹介します。ありがとうございます、はい。これはあの去年ですかね、はい、この会場でもお話しさせていただいたんですけども、うんうんうん、私と浜口さん2人で取り組んでるのが、まさにあの生まれてきた赤ちゃんからやっぱり亡くなった後のお墓の整備まで、それから今は先ほどの漫才の中でもお話し入れさせていただいたんですが、その亡くなる前にやっぱり、男性のお一人の高齢者の皆さん方が本当に不安を持ってらっしゃって、そのエンディングのプランを行政がやろうという動きが今広がってきています。そうした、最後の人生の最後までしっかりと、体制を整備することが、行政の役割だということを、念頭に置きながら、この1万6000体というのは、私と浜口さんで取り組んでいるのが、さいたま市の公営の墓地というものが、ございます。当然ございますが、合併して今5カ所、さいたま市の公営の墓地があるんですが、もう平成24年度、今からもう5年前にもう埼玉市のお墓は全て5カ所のお墓は全て満杯になりました。もうこれ以上は、埼玉市は、公営のお墓の募集は一切新規を行いません、うん。毎年もう本当にわずか 数例あの、継続されない方がいらっしゃいますので、その方々のみの、募集にしますということで、もう希望者の方が殺到しまして、宝くじに当たるようなもんだから、うん、もう申し込むのはやめよう。埼玉市の公営のお墓不足ですっごい、ご意見をいただきました。しかし埼玉市はもう、国の通知がありまして、都市公園の3分の1以上を墓地にしてはいけない、墓所のお墓にしてはいけないという通知が昭和36年の通知がありますので、これをもとに埼玉市はもうこれ以上、公園のお墓は新規募集しませんということだったんですが、本当にそんな昭和36年と私たちが生まれる前の通知、今も埼玉市長を埼玉市を拘束するものなのかという、調査から始めまして、実は、今の建設省、当時の建設省、今の国土交通省に確認いたしますと、もう今現在、埼玉市は埼玉市長の判断で、埼玉市の判断で、自由に、自由の裁量で取り組んでください。その昭和36年の国の通知は一切、考慮いただかなくては結構ですという、そうした、説明を受けまして、埼玉市がその根拠としていたものが、もう一斉に崩れたということで、私と浜口さん、一緒にあの、小平霊園というところに行きまして、で、この、自然の樹林型の墓地を、なんとか整備してもらいたいということで、もうかれこれ5年の計画で、今取り組んでるんですが、埼玉市もようやく、具体的な計画となりまして、いよいよ来年度、実施計画、設計を行うということになりましたのが、この1万6000という数字の、新たなお墓の整備を行うということでありまして、この1万6000というお墓の整備ができることによって、希望される方は、自然の樹林型の墓地ではありますが、公営のお墓に、全て入られるというところまで、取り組みが進んでまいりました。これはあの私 の、 あのレポートを今これ葬儀社さんのね、したんですが、もう本当にあの、平成30年度に供用開始ということでありまして、やっぱり高いとか、遠く行くと高い、民家のお墓は高い、うん、で遠くだとあの見守りができない、一人暮らしの方々はもうあの、ちょっと子供たちが、ね、引きずられないということで、こういった樹林型の墓地を希望される方がいらっしゃるということで、新たなお墓の整備ができましたということで、これは本当に皆さん方のご意見をいただき、私たちが取り組んでまいりました。テーマでもう間もなく実現に向けて工事が行われるということでございますので、まずはご報告でございました。ありがとうございます。はい、それでね、この墓地の件、小川さん、さっき市長も言ってましたけどね、ごっつい厳しい表情でね、さっきもありましたけど、ごっついこうやったんですよ。でも市長ももう、まあ、またこっちの話されない、いやいやないやって言ったけど、もう全然手を緩めない。僕は言ったわけですよ。どうした？そんなに急がんでもええんちゃうかと。なんで？うん。ぼちぼちやろうやって。何やそれ。まあ、そんなことで。それでね、あの2人で一緒にね、この墓でね、現地合流しよう言うたらね、そんな墓ない話やめてよ。本当に、はい、まあね、そんなことね、はい、ありがとうございます。そして次はですね、まあ、私なんですよね、まあ、埼玉市内にも約1万人というふうに、書かせていただきましたけども、まあ、先ほども言いました、精神障害で苦しんでらっしゃるであろうと言われている、これは、顕在化している、もう皆さんが認知をしているだけでも約1万人じゃないかと、実は3万人ぐらいいるんじゃないか、潜在している方も含めればということ で、実はその、
この前ね、あの電通の、すごく若い優秀なね、あの新入社員の女性の方が、自ら命を絶たれたんですね。でそういう、事件があってから、まあ、ワークライフバランスという働き方、家での過ごし方、寝る、そういうバランスを取っていかなきゃいけないということをやっと言われるようになりましたけれども、今までこの埼玉市は他市よりもさらにこの精神障害者対策っていうのはすごく遅れているんです。だから先ほども言いましたように、退院をしてくるとすぐ実家に戻ってきちゃう。本来であれば退院をしたら一時もうちょっとその家に帰るまでの訓練施設みたいなのがあって家に帰ってきたらいいんだけども、結局家に帰ってきてまたお薬が切れてまたうわーとなってしまって入院をしてしまうっていうのを繰り返す方々もいるんですね。なので、まあ、そういう、まあ、この話も、まあ、精神障害なんて全然うちの家族には関係ないなと思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、いつ自分の息子や娘やそして本人自らがやっぱりメンタルを壊して会社に行けなくなったり休業したりということもあり得るということをですね、私たちはしっかりと受け止めて、こういうような声を実現していこうということで、こういう形で私も今取り組みをさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。こんなことを、こんな顔してですね、いつもニコニコしてるわけじゃないですけど、ちゃんとやるときやってますからね。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ小川さん。あ、すいません、もう、あの、僕の、はい、あ、じゃあ簡単に、これはあの、9月の定例会で取り組ませていただいている課題でありますけれども、この6400人という数なんですが、今、埼玉市だけではありませんが、全国各地で、小学校、中学生、高校生の中でですね、あの30日以上欠席した子どもさんで、長期入院されている子どもさんたちの数なんです。この6400人の子どもさん、埼玉市で言いますと1年間に大体60人ぐらいの子どもさんが、入院をされたり、病気で入院をされまして、30日以上欠席をされているんですけども、例えば今日県議さんいらっしゃいますけども、新都心に県立の小児医療センターが今年の1月からオープンいたしました。あそこには県立のケア特別支援学校という学校がございまして、あそこの入院している子どもたちはその特別支援学校に通うことができる。で一方でまた、県立の伊那にあります伊那には分校があるんですが、精神医療センター、こちらには本当に精神疾患で苦しんでいる子どもたちが、入院してまして、その半分が埼玉市内の子どもたちなんです。そうした子どもたちの、学校の環境、学習の支援環境、特に今高校生につきましてはほとんど、学習支援環境が埼玉市では残念ながら行われておりません。この2つの病院に入院している以外の病院に入院しているような子どもたちについても、学習支援の環境を整備をしたい。そして、高校生についてもほとんど、学習支援環境が整っていないので、小児がんなどの病気で入院をされて、痛い治療、辛い治療を受けてやっと、自宅に帰って学校に復学した時に、もう勉強でもこのまたストレスがたまるということで、高校生に対しても、ベッドのサイドまで行って学習支援を行えるような、今大阪や神奈川ではだいぶ進んできておりまして、なんとか埼玉市にも、こうした子どもたちの万が一その病気や怪我で長期入院した時の学習支援環境を、整備をしていきたいということで、この9月の議会、取り組みまして、まず埼玉市の一律の4校の高校がありますので、ここから、スタートしていこうということで、今回教育委員会の方からも、検討、調査、検討いたしますというご意見いただきましたので、これまだ、取り組んだばっかりの話でありますので、そうですね、これからですね。はい、ありがとうございます。本当にね、小川議員はもう命と守る政治、それから、教育にね、熱心に取り組んでくれております。これは私なんですけどね、これ埼玉市にたった40代って何だと思いますかね。実はですね、埼玉市がつけてる防犯カメラの数なんです。たったね、40台しかないんですよ、皆さん。考えられますか？これは、しかもね、40台って、大宮の南銀座にしかついてないんですよ。南銀、皆さんね、皆さん、あの、前にいらっしゃる方もお好きかもしれないです。南銀ですね。そこに40台しかないんですよ。はい。余計なこと言いましたけど。それでね、この南銀に40台ついてるけども、私ね、今ね、凶悪犯罪って多いじゃないですか。で実はですよ、東京都、あの東京都がですよ、1300校の小学校の通学路に全部防犯カメラつけることになったんです。まあ確かに防犯カメラってプライバシーの問題があるからやっぱり嫌だっていう人いるんですよね。私ちょっと市民アンケートを取ってもらったら、なんと 86% の人が条件をしっかり整えたら防犯カメラつけてほしいっていう話になったんです。それで今埼玉市に、要望しまして、で去年やっとね
自治会向けの皆さん向けに、会長さん今日いらっしゃるので聞いておいていただきたいんですけども、補助金がつくことになったんです。ただその補助金の額が驚愕なんです。1台なんと3万円。3万円ですよ。皆さん防犯カメラ1台つけるの30万ぐらいするんですよ。それの10分の1しか補助出さないっていうのは何を言っとねんっていうことを言って、で、今年、去年そうだったんで、今年増額せえって増額してもらったんです。なんと15万円になりました。5倍になったんです。ただ15万円になったんだけど、その全体の予算の総額が150万円なんです。だから10台しかつけられないんです。だからそれ何を言うとんねんっていうことで、もう12月ももう書いちゃいましたけど、もう12月1回でガーンってやるつもりなんですけどね。そういう本当市民の安心安全をですね、当然プライバシーに配慮しながらしっかりと見守っていくっていう活動をね、今しっかりさせていただいてますので、これもご期待いただければと思います。はい、それでもうあのね、あ、こんなんもやってますよ。こんなんもも、ね、せっかくやから最後このネタやる、まあ、そうやな、そうやな、もうね、何回も聞かれたと思いますけども、この新幹線ネタ好きやで結構言われる方いらっしゃいましてね、よろしいですかね、最後ね。いやいや、もうね、浜口さんの公約のね、この武蔵浦和駅に新幹線が停車ということで、やっぱりあの埼京線というのはもう混雑しておりましてね、やっぱりあの痴漢が多いで有名、全国的にも有名なんですよ。痴漢が多いですよ。埼京線痴漢多いんですけどね、今は大丈夫ですよ、犯人ここにおりますから。だから娘のいる前にこれやるんですか、なっちゃん、これ漫才っていうので、ね、そんな話だからね、そうパパしてないよ、そんなこと、そんなしてないよ、ね、たまにしかね、たまにやめなさい、いつもねえ、ほんまにね、そう、はいはいはい、なんですけれども、はい、あんたこれ新幹線を止めたい、なんでかというと、埼京線朝混んでるんですよ、皆さんも乗ってらっしゃると思うんですけど、ね、朝混んでるんですよ、でこの前もね、そう僕ら羽田空港にね、たまに視察行くから羽田へ行こうと思って、はいはい、で、その乗ろうと思った、乗ろうと思った8台の最高線、うん、でしかもあんなガラガラとか持ってるわけ、持ってるガラガラってね、もう迷惑やん、そうでガラガラ持ってって、ほんでだけどもうみんなもうぎゅうぎゅう詰めやから、そうで僕らね、うん、銀バッジつけてんのになんか押しのけて乗るわけにいかないじゃないですか、うん、だからもう2人でな、うん、とりあえず後ろの人一生懸命押してぎゅう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 押したら一番後ろのおっさんが押した瞬間ブーで平行になる、そのねおならで発車をおらないで、ね、俺らの前で閉まっちゃった、ね、で乗れなかったという嘘ですよこれ、そう、ね、そうそんなわけで、ね、新幹線、そう新幹線でね、あんたこの東京駅があって、うん、そして上野駅があって、うん、大宮駅があって、うん、ここの間のこの武蔵浦和に新幹線止めるって、そうどんなそれもいいじゃないですか、いやいや、やっぱりね、政治家になった時からね、はいはい、新幹線に絡みたかった、どうやっぱり角栄さんにね、憧、うん、れて、やっぱり政治家になったから、うん、なるほど、新幹線なんとかね、聞くことできなくて、止めたい、せやけどやね、あんたね、これ、あのね、こんな、そんな、駅大変や、はいはいはい、どうしよう、いや、だからそういうことがあるから、ね、だからもう、駅作るとかね、なんと大変やから、うん、そうや、だからもうね、長い新幹線を作ってやな、長い新幹線作って、遠くから来た時に後ろに大宮駅着いたらな、一番前に武蔵浦和着いてたらな、もうそれもう作ったのと同じやん、浜口さんやっぱ頭ええね、やろうや、東大出身やろ、東大やから、駅作ったらもうすごいお金もかかるし、そんなんしてる場合やないと、長い新幹線作ったらね、もうずっと上野からずっともう長い、はい、見てちょっとせやけどね、考えてみ、一番先頭が武蔵浦和よ、一番後ろが大宮かい、大宮で一番後ろ乗った人やな、そのまま長いまま行ってやな、上野で着いたら降りれないじゃないですか、あ、東京駅降りたい、おうおう、あ、そんなんもうね、想定済みよ、想定済みなの、どうすんの、だから、うん、間違えて乗った場合、間違えて乗ったら後ろ乗ったら、そんなん簡単やん、どうすんの、だから新幹線の中にさ、うん、ミニ新幹線引いてあるわけ、だ乗り場を間違えた人は新幹線の中をもう移動するわけよ、ミニ新幹線、おじいちゃんね、東大やねんで、頭ええね、違うな、あのミニ新幹線乗ったことある、あれ新幹線の中にあのミニ新幹線通してグーって乗って一番そう頭ええな、いいやろ、さすが南区の人頭ええねんね、そうやねん、でもね、うん、やっぱりね、一番問題はね、うん、やっぱりね、うん、新幹線乗ったらやっぱり旅の楽しみは、うん、弁当であったりね、ビールも飲みたいやんか、はいはい、ね、車内販売でビールが好きな、ビールが好きな、
ていう、はい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 、車内販売の人が通れなくなるじゃないですか、はいはい、いやだから、うん、だからそれも想定済みやね、想定済みだろ、うん、だから新幹線でどうせ新幹線引いたやんか、うん、もう一個の新幹線、かっぱ寿司の新幹線を上にその上に引いてやな新幹線を新幹線を新幹線にしたらそれで解決するんちゃうかっていうようなね、ほんと頭いいですね子供たち、ちゃんと勉強しなさいよ、勉強しないとこんなおっちゃんみたいになるよいや今日は本当にすごい ありがとうございました、本当にね、はい、もう、ね、最後まで落ちませんでしたけれどもそうですね、はい、いや今日本当にですね、改めまして、まあ、笑いもあり、はい、まあ、泣きもあり、まあ、失笑もありましたけれどもただ私たちがやりたいのは、はい、やっぱり市民の方々、県民の方々、国民の方々が、はい、政治はね、もう無関心でいられても無関係ではいられないんです、はい、だからどうして付き合うんだったら楽しく、分かりやすく、身近に感じていただきたい、そのために我々はこんな一着ね、3万5千円もすんですよ、これ税務課総理ではありません、税務課総理ではないですよ、これ一銭も超えてませんからね、たまにホテル一緒になるんですけどね、もう一銭は超えてません、超えたないわ、そんなもん、ね、本当にね、そんなワイン持ってね、入る時もありますけど、ええってね、はい、そんなことでね、今日は本当に皆さんね、日曜日のこんな貴重な時間に来てくださいました、土曜日緊張して上がってありますよ、もう貴重な時間にね、本当にありがとうございました、本当にまたぜひ来年もですね、やらせていただきたいなと思いますけども、そうですね、はい、このまま政党変わってもできんのかなと思ってね、あんたどこの党に行くの、私どこの党に行くのになって、うん、超党派ででもええの、まあまあまあ、2人まあ、甘党でええんじゃないですか、甘党で行こうか、甘党とかできますかね、みたいな感じでもシーンとしましたということで、本当に来年、はい、そうですね、はい、来年もまたやりたいと思いますので、とりあえず2部これで一度締めさせていただきます、はい、どうもありがとうございました。